第6航空船は日本海軍の軍用飛行船である。イタリアのウンベルトノビレの設計した反公式飛行船 N3 を1926年に購入したもので、1927年4月に完成したが同年10月に事故で失われた。飛行船 N3 第3航空船の爆発事故や第2航空船の老朽化などにより、 飛行船訓練が十分に行えなくなると考えた。日本海軍は、イタリアから N 級藩公式飛行船を購入することを決定し、1925年6月に発注した。N3 と名付けられた飛行船は完成後分解。船積みされて1926年8月28日に横浜に到着し、その後陸路霞ヶ浦に運ばれて海軍に引き渡された。 組み立てはイタリアから渡航した技師や設計者のびれ少々も交えて行われ、1927年4月に完了した。初飛行は4月6日であり、その後帝都訪問飛行などを行った後、6月20日に第6航空戦と命名された。同年10月22日、第6航空戦は海軍大演習に参加して夜間偵察などを行ったが、23日、 岐路に暴風に遭遇し、伊豆諸島の神津島の海岸に不時着した。乗組員は飛行船を経留しようとしたがかなわず、飛行船は海上に吹き流された後爆発した。不時期により負傷者1名が発生したが、死者はなかった。日本海軍は、昭和3年3月まで飛行船のことを、航空船と称した。日本飛行船物語 P308。ありがとうございます。